的旅の節約術、水買い。まず旅先に到着したら500ミリのペットボトル1回だけ買います。でこれ終わった後は水筒にして水道水に入れて飲みます。ただ国、地域、あと建物によっては水道水が黄色いな、濁ってんな、まずいな、なんてこと今までもありました。そんな時はでっかい2リットルのペットボトル買ってきます。でそのでっかいペットボトルのちっちゃい口からこのちっちゃい口へちょろ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 って水を移し替えて、こっちを持ち歩いて飲みます。この口と口を合わせてちょろちょろちょろって移し替える作業めっちゃ得意です。